猫宮様、こんばんは。舌が何枚あるか数えてやりたいですよ。うん。嘘つき、2枚したってことね。駅舎やアンチにわざわざ教えたくはないかな。だってそのうち嘘つきはエンマ様に舌を抜かれるだろうからね。これ何の話だこれ一体。なるほど。はい。エンマ様ではないけれど、私の心にもアシュラちゃんがいれば、時々、えー、冷めてかな。あげないと、こうして出てきちゃう。うん。 さて、切り替えないとですね、ファンはお尻にいるって聞いたことがあります。おお、なるほど。え顔はき難しいけど、ゆずくんほど美しい顔は唯一無二すぎるけど、え性格とか物事に対する姿勢とか、うん、え好きなものとか、推しが見ている世界を共有したくなる。うん、ゆずくんが好きな食べ物を買ったりえ、ゆずくんが好きなゲームを見てみたり、ちょっとしたことだけど、頭がいいなんで、ミラーニューロンの話もそうです。 ユズくんが話していることの意味を知りたくて、えー、調べたり勉強をしたりだからファンはユズくんと共に成長しているはずユズくんを表現をしたいことを少しでも理解したい、えー、その気持ちが脳も活性化させ,るさせ,させているはず現に一瞬たりとも見逃すまいとして、えー、観察眼が着てられているということですねファン確かに、うん、ファンがユズルくんでもゆず羽生選手は多分寄り添いが強いかもしれませんねなんか そんな気がしますいや。ミラーニューロンだったり、うん。僕がこれまで見てきたファンの中では一番それが強いそうな気がしますね。うん。あの、なんとなくですけどね。うん。リクチャンドクさん、カブさん、皆様こんばんは。カブさん、実は夕方4時台に、どなたかニュースエブリィ見たこと、感想を教えてくださいとコメントしました。えー、すいませんでした。日程さんやってくれたんですよ、えー。地方の壁を越えました。 ということは多分、えー、全国版での方へ、えー、でしょうね。大地マンさんを迎える羽生さん。あんな緊張の彼、めったに見たことはありません。初対面での、えー、挨拶まで、えー、練習してましたよ。テレビには見れないカムさんのために記載しますね。えー、3月4日はフライデー,、えー、あ、3月4日付、フライデー羽生譲る掲載記事で検索してください。フライデーは、 え番組終了後、いち早く記事を掲載。えー、その中に動画、内容もテレビと同じまで入れてくれています。神戸さん、今日のフライデーを見て気づいたんですが、メディアは、羽生…羽生…う、ん何として、記事が見えなくなってきたかもですね。羽生だか、羽生だとしてですね。ですね。スポーツ史は穏やか、平和ですよ。しかし、えー、女性週刊誌はあぞれないと。うん。えー、乗って公園近づいてきましたね。ドキドキしてきました。 株ムサイツもありがとう、うん。フライデーもなんか出してるみたいですかね。なるほど。これは。うん。レモンミカンさん。あ、よろしくお願いいたします。えー、日程ニュースエブリー、羽生結弦さん乗ってステラトの大地真央さんとのコラボについて、事前のいろいろ見ました。昨年12月に打ち合わせに、お二人が顔を合わせてよなったんですね。羽生さんは大地真央さんがお見合いになる前、とってもドキンとされていました。打ち合わせでは、 せっかく第一マ央さんとのコラボなんで、え自分はやったことないような新しい挑戦をしたいと、みたいなことをおっしゃってましたね。うん。ただの、えー、想像劇、劇っぽくセリフとかを入ったりして、サラメだったりして、何をなさるんでしょうかね。まあ、何でもいいわ。お楽しみですね。うん。劇場っぽいものを演じてくる可能性高いですよね。やっぱりね。ステーティングがしっとりしてましたから。ねえ。 ますます気になっちゃうかな。ね、別々にお抵抗をして本番前に合わせてるらしいです。第一地毛さんは黒いシースの袖が長くて棒が入っていて、それを持って広げるコスチュームでお抵抗をされてました。迫力,迫力はすごい、うんえ。ジュディ・オングさんの曲、見せられて1979年頃みたいにあの棒がセットされたコスチュームです。うん。えウィンドイズロー n g from t 愛人ってね。愛人かな。うむこ様しかわかんないかも、というこですね。いやちょっとわかんない。この、この曲、こういった感じなんですね。はい。これ、ちょっと変身見ようかな。変身。あ、なるほど。はい、わかります。という感じですね。なるほど。なんか、これは、その可能性もあるのかな。ね、あの、羽生君がね、セイリン・ボーンとの振り付けと、えー、それから、大地萌さんの振り付けの場面って同じ曲でしょうかね。何やってくるのかな。 この可能性があるんでしょうかね。あの、ウィン、ウィンドウズブロービングっていうの。うん。本番前に合わせる。あ、あ、猫宮さんか秘宝です。名刺のチェルシーが今月でて、販売終了してしまうそうです。ということですね。え、これは何は株訓会になって話すべきですねえ。大好きなアメちゃんなんですが、特にバタースカッチが大好きで、ああ、悲しいお。明日多めに買ってこないかということですね。え、チェルシーって聞いたことあるな。うん、これが、 終わりになっちゃうみたいですね、うん、え、なんでだろううん。あ、知ってます、これ。僕、好きです、これ。あの、緑と赤の、今、写真見ました。あ、これ、僕も好きですね。美味しかったですよね、これね。これ、ちっちゃい時食べて、すごく美味しかったの覚えてます。あ、ほんとだ、書いてあります捨てるし、酸化して販売終了だったって。マジか。でも、これ、僕、味はね、あの、緑が好きだった気がする、ね、確か。うん。美味しいですよね、これね。 これ、販売中止です。なぜなんだ理由は何だろう理由は書いてないですね。53年の歴史に巻くという感じみたいです。えー、販売規模の低迷により収益が見込めずって書いて,書いてありますね。なるほど。うん。アリフォーベイさん、よろしくお願いいたします。カブさん、おはようですかね。第一チマウさんとのコラボなんで、きっとミュージカル風になるんじゃないでしょうか。うん。えー、すごく楽しみですね。 私はラクビー2の10日に参戦します。しかも、リハも当選しましたんで、ドキドキワクワクです。え2泊3日の仙台行き全滅組でしたから、ほぼ1年ぶりにハニー君と会えます。ということですね。いいですね。でもなんかリハの時とかで、多分大地真央さんと合わせていくと思うんで、もうその時になんかちょ、なんかあの、特別なものが見れたりするな気がしますね。うん。リハの魅力もね、あ ユダさんからは、株ぶくんコンやっぱ壁でしたということで、場、ま、所、あ、によっては壁になっちゃってるみたいですね。うん。もう、羽生さんには壁はいられないのに。うん。YouTube 早速見ましたが、羽生さんのめちゃくちゃ緊張していて、自己紹介の練習をしてましたね。まあ、コラボされる方は元宝塚の本物ですからね。そりゃ、さすがの羽生さんも緊張しますよ。 練習を見ている限り、ミュージカル風かと想像。大地網さんが歌って踊って、それに合わせて、羽生さんが表情で演技をする感じ、うん。昨年は会場に体操の競技場を作ったような、えー、今年はあの舞台を作ってのような気がします、うん。それにしても楽しみです。初日8日に見れます。うん、ちなみに、えーコラボ、コラボの振り付けは共演するシェイですね、ということですね。あ、なるほど。コラボの振り付けは共演するシェイということなのか。 なるほど。うん、うん。ってことは、この振り付けはですね、大地真央さんのとこじゃないのかな違ったところだったんですね。ア部ベヨさん、よろしくお願いいたします。カブくん、こんばんは。地方の壁だったんで、新潟県、うん、日テレ公式 YouTuber を見ました。えー、羽生結弦さん、大地真央さんに会うのに緊張して、壁になってましたね。 うん。壁になってます。壁になってます。これもまた壁でしたね。そう、結構壁の方にいて、とからテレビのとこにも行ってました、ね。結構奥の方に行ってて、ね。うん。え、大地真央さんとのコラボを楽しみにします。大地真央さんは、えー、元宝塚、えー、組の、えー、トップスターです。やはりミュージカル風になるんでしょうか。うん。動画は楽しみです。ね。いろんななんか振り付けだったり。ね、でも大地真央さんも、なんか、ごくこう、 なんかもっとキリキリしてるかなと思いきや、そうじゃなくて,ってね、意外だって話もしてましたんで。うん。ね、いろんなアドバイスだったり、いろんな人話し合ってね。うん。やっぱフィギュアスケートボックスケートっぽクなっちゃうからっていう話もして、結構ね、うん。楽しみでございます。えー、なおなみ様、よろしくお願いいたします。カブ君こんばんは。紹介遅れです。おとといの、えー、土曜日 X でスポーツ報知にて、 糸井重里氏の、えー、羽生さんの対談が記載されているということで、えー、昨日9時半ごろに道の駅に買い物をした後、セブンギレでスポーツ報知を買ってきてくださいた旦那に、これでいいかと聞くんで、私は確かにスポ,スポ,スポ,スポホーツー道タワーと手に取り、ざっくり見るが記事が見当たらないという。えー、まさか、 だよねその後三3件買い物を済ませ、帰宅してからすぐスポーフォ法を全てくまなく見たらない、ない、ないうん。羽生結弦さんの記事のがどこにもなかったという。なのかですねえ。滋賀に住む私は地方だからないのか。 同じ関西でも大阪に住む羽生ファンはどうだろうそれにしても地方の壁を何とかしてほしい。新聞社さん、地方食の濃いものより人気者を必ず全国に記載してください。株君うん、いつもいろいろありがとうございますということですね。なるほど。これはだから同じスポ法でも地域によって変わってくるっていうことなんですかね壁があるのかな編集ちょっと見てみようか。あ、ピーさん。 からはですね、えー、はにくと糸井さんの対談の様子が提出されたのは、3月2日のスポーツ報知で、一面にドドンと出ましたということですよ。一日違いかということらしいですよ。はい。えっと、これは、えっと、なので、えー、もしかして、あれじゃないおとといの土曜日か。土曜日っていつでしたっけ日にちがあれですかね。お間違かてしまったっていう可能性があるのかもしれないですね。うん。 はい、ということで、今日はこれで終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。